あれこのためにあんなに飾り付けやったんだ、はい、そうみたいですね。さすがですよ。次回パッチ 2.1 で、はい、いよいよハウジングリリースとなりますので、まああのね、まだ置いてはいけないものまで置いてありましたが、あんな感じで皆さんあの家をね、はい、カスタマイズしていただける日が年内には来るんじゃないかなと。お、年内にはあのこれは言っておきます。今ザーッとしてると思いますけど、はい、いいですよ、やりますよ、やりますやります、はい、年内にはあれが皆さん、はい、お楽しみいただけるんじゃないかと、はい、いうことで、さあ今度こそこれにて、お、直樹の部屋はこれにて終了させていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。でしょうか。じゃあ、あの、はい、これが終わるとですね、イベントもついぞ締めに向かう感じでございまして、あ、早いですね。なるほど。最後にちょっとしたまず告知がございます。はい、スライドお願いします。じゃん、はい、東京ゲームショウ2013参加決定。はい、今までちょっと、はい、まあそれこそ僕、はい、昨日ヨーロッパから帰ってきましたけど、明日から今度はアメリカ、シアトルへ移動して、はい、また北米のプレイヤーの皆さんとローンチについてのお祝いをしてくるんですが、いよいよ世界を一周したので、この東京ゲームショウでも何かしらプレイヤーの皆さんと一緒に、そうですね、はい、楽しめるようなものをやろうかなと思ってますので、はい、ぜひ参加をいただけたらなと思います。はい、ます、はい、よろしくお願いします、はい、さてそれではいよいよエンディングでございますので、せっかくですから、はい、皆さんにもう一言ずつご挨拶いただこうということで、はい、コアメンバーの皆さんにもう一度出てきていただきたいと思います。お願いします。はい、そうです、はい、ありがとうございます。ですね、それでは、お一方ずつコメントいただきたいと思います。まずは皆川さんからお願いします。はい、やっと、このローンチを迎えることができました。まあ、第一歩スタートラインだと思っています。私インターフェース担当しているんですけれども、まだまだ一プレイヤーとしても使いづらい部分、あったりして、これから、プレイヤーの皆さんと、一緒にもっともっと使いやすいインターフェース作っていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、本当にお待たせしました。ここまでいろいろとご迷惑をおかけしたりご心配をおかけしたりしましたが、ようやくと皆さんのところにお届けすることができて、もうこれ以上嬉しいことはないです。で、お届けした後もやっぱり皆さんの励ましの声やお叱りの声をいただいて育てていくのがこれからのファイナルファンタジー14だと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。皆様本日お越しいただきありがとうございました。あとご視聴の皆様もありがとうございました。本当感無量というか、ついにこの日が来たかという思いで、すごく胸がいっぱいです。で、まあ、2年実質制作を稼働始めて2年半ちょっとっていうところなんですけども、ここまで来れたと。で、本当にいろんなスタッフたち の、 何百人もの関係者たちの、まあ、結集だと思うので、そこをぜひ皆様受け止めていただければと思いますし、そしてこの間やっぱりじっくりと我慢強く見守ってくださったっていうことが本当にありがたかったなと思います。本当にありがとうございました。これからも引き続きエンジニアたちも他の職種の人たちも頑張っていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。3年前はもう正直、どうなるのかなこれっていうぐらいのスタートだったんですけど、過ぎてしまえば一瞬で今日のこの日を迎えることができました。楽しんでもらえるものになっていると思うので、皆さんには、本当にこれから一生懸命プレイしていただきたいと思います。そしてこれからもいいものにしていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そうですね、ゲームとしてもすごい面白いものになってるんですけど、キャラクターとか、まあ、アニメーション、あとは背景、あとエフェクト、まあ、カットシーンなども全てにこう力を入れて作れたと思います。で、自分としてもこう自信を持って出せるものができたので、ぜひ皆さん堪能してください。ありがとうございました。
あ、僕はあの、旧バージョンの、一ユーザーとして、ここはあしたやこうしたいっていう思いを持ってこのチームに参加させてもらって非常に、楽しくも、まあ、辛い毎日ですけどもすごく楽しくて充実した日々でした。で、それが終わって、皆さんにお届けできたのは本当に嬉しいです。ただこれのスタート地点で特にこのシナリオとかクエスト班っていうのはここで冒険が始まったところなのでこれからたくさん世界を作っていかなきゃいけないですしそれを回していくためのそのお話も考えなきゃいけないので皆さんと一緒にそこを作って楽しんでいけたらと思ってます。今回、なんとですねキャラを置いたの数えたら6000人ぐらいキャラを置いててですね結構全部手付けで一致楽しさをしててですねここからまたまた世界が広がっていくと何万人キャラを置くんだって感じなんですけども頑張っていこうと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。シナリオについてまとめようと思ったら新野さんに先を越されてしまったのでですね今回MMO という枠にとらわれず、ファイナルファンタジーの新作としてパッケージゲーのファイナルファンタジーに、引けを取らないナンバリングタイトルのとしてのシナリオを書いたつもりです。皆さんにファイナルファンタジーの新作としてまず楽しんでいただいてその後MMO として広くこのプレイヤーの皆さんと、絆を作っていただければと思っております。これからもよろしくお願いします。普段は放送とかで割とおちゃらけてますけど実は開発の中で僕結構怖い人間として多分認知されてるんじゃないかぐらい開発はすごいストイックにやったつもりです。でサウンドでできることを最先端の技術も使ったり根性も入れて頑張ったんで皆さんに楽しんでいただければすごく嬉しいです。本当に毎日地獄で大変でしたけどこの面々とあと皆さんの応援とかあって乗り越えてこれたかなと思ってます。で今後も楽しいゲームにしていくんでどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なぜ今 BGM が流れてないんだというところにすごく不安な思いでいっぱいなんですけれども最後吉田さん締めてください。お願いします。はい、まあちょっとやばいっす俺まずご挨拶前にですねこのアーリーアクセス3日間やってきましたけど NAEU の TC の皆さんはちょっとメンテナンスが数回入ってしまってですね貴重なアーリーアクセスのプレイの時間を多少ロストしてしまったので今日この放送、全世界に放送されているのでまずその点お詫びさせてください。申し訳ありません。これから先長い、旅が始まるので、まあ、その中でまたその、辺りを挽回していけたらなと思ってます。ファイナルファンタジー14を、引き継ぐことになってもうすぐ3年になります。まあ当初はそこまで、まあ、ゲームもね深く触れたわけでもなかったですしまあなんとかできるだろうと、まあ、あとはやっぱり自分自身FF が好きで、前、MMO が好きで、作り直す、もう一回やり直すっていう話をスタッフに全員集めてしたのが、皆さんに対外的に発表させていただくたった2日前の12月1日でした。今でも覚えてるんですけどこういうスタジオでちょうど上にミキサー室があって祖剣はそこで僕が喋るマイクの調整をしてくれてたんですけど祖剣が思いっきりガッツポーズしてくれてるのがものすごい印象的ででもプレイヤーの皆さんと本当に開発やっぱりその時同じでどうにかなんのこれだったり
ちょっときついんじゃないのっていうやっぱり雰囲気もある中で、本当に一つ一つ皆さんに応援をしていただきながら、さっき質問の中でもありました、きついやっぱりどうしても計画をして、やっぱり MMORPG 作るとなると普通は 4,5 年かかります。なんとか一刻も早く、そのためには焦らず計画するタイミングも必要。さっき和田も会社経営やってるとロールはタンクですって言っていたように、僕もタンクのつもりで前面に立ってここまでやってきました。で、新生14を作ったのは別に僕ではなくて、本当に世界中のプレイヤーの皆さんと、ここにいるコアスタッフと、ここに今日来れてない本当何百人ものスタッフのおかげで今日ここがあります。正直泣かないつもりでいたんですけど、あのまだ僕らにとってファイナルファンタジー14、やっと今日第一歩、申請に向かって本当に第一歩目を切れただけです。あの正直わざわざ感極まってる暇はないなと思ってます。僕らも開発先のパッチやエクスパンションに向かって走り出してます。プレイヤーの皆さんはね、あの本当に特に Q14 からプレイされてる方は、途中でコミュニティのメンバーが離脱してったり、まあ外からいろんなことを言われた方もいるんじゃないかなと。で、自分も MMO プレイヤーとしてそれがどんだけきついかはよくわかるつもりです。本当にあの僕らにとってはとても短い3年や2年半だったんですけど、本当プレイヤーの皆さんには長い期間応援していただきましたし、待っていただけました。本当にあのスクエアニックス一丸となってファイナルファンタジーの名に恥じないだけの今回ゲームをリリースできたと自負してます。ここから先、MMORPG には完成はありません。皆さんと一緒にこれからも、これまで今回このファイナルファンタジー14新生オールゼアはまさに皆さんと一緒に作ってきたファイナルファンタジーなので、これからもシリーズの中で皆さんと共に作っていくファイナルファンタジーとして、5年10年もっとそれ以上、初心を、今日この場所の初心を忘れずにまた運営を続けていこうと思います。本当にありがとうございます。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではですね、最後は皆さんしっかり笑っていただいて、皆さんに手を振ってお別れしたいと思います。次はまた次回プロデューサーレターもしくはエオルゼアでお会いしましょう。さようなら。出張プロデューサーレターライブ番外編、ファイナルファンタジー14新生オールゼア発売記念イベント in 渋谷ヒカリエを終了させていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。それではこれよりフォトセッションの準備。